ゲルト・ミラーっていう西ドイツの選手がいて、彼が13番でワールドカップの得点王になったっていうような選手がいたんですよ。それにあやかってとにかく点取り屋になってほしいっていうような思いで柳沢に13番を与えました。最初はもう13日の金曜日しかもう頭に浮かばなかったですけどね。主力ではなかったと思うんですよ、最初のその固定番号になって13番っていうところは。ただそのつけてくれたマンさんの思いというのはこもってた13番だと思うんで、感謝の気持ちとそれ以上の選手になるべく頑張らなきゃいけないなという思いでやってたと思います。Ah, ele é um cara espetacular, né? Também muito simpático, tem um carisma grande, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronto para trabalhar, então sempre disposto a trabalhar, aprender. やっぱり13番のそのイメージっていうか、13番の重みっていうのを柳さんが作ってくれたっていうようなことかなと思いますね。興梠が柳沢が移籍してですね、もう柳沢の後継者として自分が13番つけたいっていうことを言ってきましたしね。ですから興梠に13番を与えた時にはすごく喜んでました。非常にこう野生的なというか独特な感覚を持っている選手だなと。で、非常にスピードがあってちょっと日本人にはないようなスケールのでかいプレイヤーだなというのは感じてました。やっぱり僕自身がやっぱりライバルとして彼自身を意識してた分、奪われないように自分も必死だったっていうような記憶がありますね。ジェイコさんの影響は大きいと思うんですけど、で上に行くためにはもうもっともっと欲を出していかないといけないっていうのは常に言ってましたし、そういった言葉っていうのはすごく響きましたし、da carreira dele aqui também ter contribuído para esse desenvolvimento dele como atacante。柳はね、やっぱり鹿島のフォワードの象徴みたいな存在で、代表でも活躍して。ワールドカップにも出てっていうような選手になってくれましたからね。ですから13番の重みっていうか、13番に箔をつけたっていうところで、13番は柳沢っていうような感じですね。まあ昔の自分と重ね合わせたりする部分もあったりして、まあ、少しずつこう成長を続けているなと今見ててもそう思いますし、ピッチの中で出す結果が重要になってくるし、自尊をつけてこうさらにステップアップしていってもらえればなと。そしたらその13番がまた特別だと思う人がまた一人増えて嬉しい気持ちになるかなと思います。